はい、改めまして皆さん新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。年末年始非常に穏やかな年明けを迎えて、非常に私自身も気持ちも新たにしているところであります。毎年ですね、いろんなこう本を読んだりするわけですが、今年一目に留まったのは、今大学という古典を私いろんなこうキーワードを使うときに使っていて、岩田氏の中でも明徳なんていうキーワードを使わせていただいていることもあるんですが、その中で誠に日に新たに、日々に新たに、また日に新たなりという、とにかく毎日新しいことにチャレンジしていこうと、新しい情報を仕入れて新しいことにチャレンジしていこうなんていう気持ちでですね、年明けをもう10日余り経ちましたけれども進んでいるところであります。今年はとにかくいろんなまたことがあると思いますけれども、磐田市の職員一丸になってですね、そして市民も一丸になって課題を乗り越えていきたいなというふうに思っております。雨が少ないという話させていただいたんですが、実は今日から天竜川の方取水制限かかっておりまして、県の方で発表していただいているわけですけれども、今日9時から上水道が 5%、 そして工業用水が 5%、 そして農業用水が 5%、 工業用水が 10% と、農業用水が 10% ということで、やはり年末年始の雨が少ないものですから、少しこれからご不便をおかけすることが出てくるかもしれませんが、また天候というのは非常に難しいなというふうに実感をしているところであります。また新年早々ですね、今日の話題の一発目は何にしようかなと思いますか。やっぱりコロナの話が一番かなと思ってます。ちょっと暗い話からスタートするのもなんですが、昨年もですね、データ調べてみましたら、1月の、10日ぐらいまでは1桁で来ていて、数字見ると13日から磐田市が急に56人と増えて、そこからたったと2月の5日がピークでありました。今静岡県は、静岡県というか全県で全数調査を行っていませんので、磐田市でどのぐらい陽性者数がいるのかという数字は正直持ち合わせていませんけれども、1月の7日に県は9475人という数字が出ておりまして、そこからまたちょっと下がってるわけですけれども、やはり昨年が2月の5日が磐田市ピークだったっていうことを考えると、これからまだ右肩上がりで上がっていくんじゃないかなというふうに思っています。年末に県の方がおそらくピークは1万2600人だろうという数字を実は出しておりまして、インフルと同時流行するとインフルが1万2400人ということなので、2万5000人陽性者数が出る、陽性者数というか、インフルとコロナの並行で、病にかかる人がいるんじゃないかというデータを発表しております。まだそこには達しておりませんけれども、それに近い数字はいくんじゃないかなというふうに思ってますし、県はどうやら明日医療逼迫防止対策強化宣言というものを発表するようでありますので、どういうことが制限がかかるか、ちょっと私たちにまだ情報を仕入れていませんけれども、とにかくまずは医療をしっかりとかかりたい人がかかれるように守っていくということが第一だと思いますので、私もこの発熱外来が随分混み合っておりますから、しっかり注意をしなきゃいけないと思ってますし、自己検査、これの活用をもっともっと促していかなくちゃいけないなというふうに思っております。磐田市の方はですね、おとといが我々休館センターで見るしかないもんですから、休館センターで患者さんが192人で、キットの配布が88人分ですね。で、今キットを配送するということをやってますけれども、配送が347世帯740個ということで、この方々が皆さんコロナないしインフルエンザにかかっているわけではないんですけれども、発熱の心配がある方というのがこれだけ市内には今いらっしゃるという状況でありますので、もちろん開業医も含めればもっともっと大きい数になると思いますから、とにかく医療の方をしっかり守るように医師会や岩田病院と連携してですね、進めていきたいなというふうに思っております。2月の頭ぐらいまではこのコロナの対応にまた追われるかなというふうなことを心配してますが、もう想定通りといえば想定通りのまだ数字ですので、しっかり落ち着いて対応していきたいというふうに思っております。それからですね、元気な方の話題でいきますと、どうする家康が始まりました。
磐田市もやはりいろんなことに取り組んでいくということで、今年昨年度1年間かけて昨年1年かけて準備してきましたけれども、先日は天浜線のラッピングも行きましたし、それから、浜潮公園のところで開いたあの、プレミアリレー、あれも私少し様子を見てきましたけれども、やはりあの経済効果っていうところと、それから地域の歴史をもう一回学び直すとか、地域を知るっていう、この2つにしっかり私は使っていきたいなというふうに思っております。具体的な事業はまだまだ言えませんけれども、堺の太鼓もありますし、城崎城もありますし、いろんな中泉御殿もありますから、今日の資料でも一部入ってますけれども、やるたびにですね、皆さんにはご案内をしてきますから、この地域をとにかく盛り上げるという意味でご協力をいただければなというふうに思ってますし、大きなこの波うねりにしっかり乗っていきたいなというふうに思っております。それからですね、ジュビロ磐田の話題で、ありますけれども、1月の10日の日に新しい社長さんが社長就任を始めて、市役所の方に訪問してくださいました。皆さんの方にも、結果だけリリースさせていただいたわけでありますけれども、浜浦新社長、そして、1月の9日には横内新監督ということで、スタートしております。ユメリアの横に大久保グランドがあるわけですけれども、1月の9日の日に最初の練習が抽選になったということで報告を受けています。私も実は子供連れて行こうと思ったんですけど、もう抽選だったので諦めて入れなかったわけですけれども、やはり注目度が高いということと、それからこれはレブズのラグビーの方もそうですけれども、地元にあるチームということで、この練習のは毎日のようにやってるわけですから、この練習の時から地域おこしというか地域のムードが盛り上げれるようにですね、今年ジュビロは特に30周年ということもありますから、改めてホームタウンとの関係も再構築というか、しっかりしたものにしていきたいなというふうに思っておりますので、その準備もですね、これから進めていきたいなというふうに思います。いずれにしても2月18日か19日から開幕ということが発表されておりますので、J2 の舞台でも大暴れをしてもらいたいなと、そんなふうに感じているところであります。レブズの方はですね、先日の年末のホームの試合で残念ながらホストゲーム最後の5分で逆転負けということになってしまいました。今週末も試合がありますので、磐田でやる試合ばかりではありませんが、しっかりこのホストゲームになっている試合は地域で盛り上げていきたいなというふうに思ってますし、今年は何といってもワールドカップイヤーですので、これに向けてですね、またこれで一気にラグビーも熱が一気に帯びてくると思いますので、しっかりと私たちも盛り上げていきたいなというふうに思っております。それではここから定例の話に入っていきますが、まず次第には特にないんですけれども、速報値が出たのでご報告をする案件からいきたいと思います。台風15号の関係であります。実は明日ですね、工事の概要がおおむね決まってきておりますので、地域の方に担当の方で説明に入っていきます。これは担当といっても市と県と両方の話ですから、市と県と両方で入っていくわけでありますけれども、これからまた県と調整会議なんかを行いながらですね、この工事の方は、復旧工事の方はビルドアップベターの方で、より強固な、より災害に強い対策対応ができるように工事の方を発注していきたいと思うんですけれども、その原資となる財源の中で本当に多くのご協力を寄付という形でいただいたので報告させていただきたいと思います。1,995,645円ということであります。内訳はですね、現金口座振込が約755万円で73件、ふるさと納税が約640万円で447件、企業版ふるさと納税が600万円で2件ということになっております。522人以上の方々に貴重な錠剤をいただいたということで、この場を借りて改めて御礼を申し上げたいと思います。本当にご協力いただきましてありがとうございました。この災害はさまざまな支援をいただいて、昨年1年間支えるという字を書かせていただきましたけれども、こうして気持ちだけでなく形で錠剤という形でいただいたということに対しては本当に心から感謝しておりますので、本当に感謝しかありません。ありがとうございました。引き続き対応をしっかりとしていきたいと思います。それではここからですね、
内容に入っていきたいと思います。今日は大きく4点であります。まず最初、企業の枠を超えた岩田合同入社式を開催をします。新入社員同士の仲間づくりをその場で応援をしたいというふうに思っております。頑張る企業応援団で、回らせていただいている企業たくさんあるんですけれども、今年度採用実績のある企業70社のうち約7割が5人以下の採用で、またその中では特に入社式を開催していない企業もあるという話を聞きました。私自身がですね、最初の職場は大手企業でしたので、同期600人もいる会社でクラス分けしてましたけど、一クラス40人ぐらいの、そのぐらいのこうところで、同期ものすごくたくさんいて、その絆とか仲間づくりってすごく最初の数年間役に立ったし、今もそのつながりって大切に思っているところです。一方でその後入った市のスポーツ協会、今はスポーツ協会と言ってますが、当時大協という言い方をしてましたけれども、やはり年間に多くて1人採用するかしないかっていうところで、私自身というよりも私が採用した若者たちに対して、職場以外のところの付き合いっていうのを、つながり広がりをどんなふうにつけれるかなっていうことを、当時私も20代でしたけれども、若手採用するたんびに感じていました。そういう意味で、おそらく経営者の方が考えているところもあるだろうし、社員の方々が若手に対してこの子たちのことをもう少し広い視野で見てもらえるきっかけを作りたいなって思っているところもあるだろうし、ご本人たちも一人で心細いなとか、少人数で心細いななんていうことを思ってらっしゃると思いましたので、こうした合同入社式というものを開催をし、その後につなげていきたいなというふうに思っております。今回は5人以下の採用5人以下の企業や団体に限るようなやり方で考えていきたいと思ってますが、同期の仲間と共にスタートする喜びを分かち合ったりですね、仲間づくりとか、それから研修も一緒にやることによって労働への順応を応援をするということを考えています。日時は4月の3日で、今年は1日2日が土日ですので、おそらくこの3日の日がほとんどの企業で入社式になるんではないかなというふうに思います。一方、朝一番にしますと、それぞれの会社で社長の皆さんたちや役の皆さんたちがご挨拶をする機会というのは必ずあると思いますし、いろいろ説明があると思いますから、少し遅めの時間帯で、初日だけれども遅い時間帯でということで、アミューズトヨタのユアホールに集まって、合同の入社式を商工会議所商工会とともに開いていきたいなというふうに思っております。またこの場の中でですね、外から岩田に来る方もいらっしゃるでしょうから、岩田の魅力だとか、暮らしの部分を支えるということもいろいろ情報発信の意味でしていきたいなというふうに思っておりますし、当然ご本人同士は仲間づくりにつなげるとか、それから中小企業の異業種交流の促進、そんなところにもつなげていきたいなというふうに思っているところであります。中小企業の雇用安定、将来的な定住人口増、そんなところまでつなげられたら理想でありますけれども、まず最初の年ですからやってみるというところから始めていきたいなというふうに思っております。またこれだけじゃなくてですね、その後4月の3日だけじゃなくて、その後その後につなげて、同期の輪というか、同じ年に働き始めたっていう岩田市の輪を広げていきたいなというふうに感じております。皆さんの中でもお知り合いの企業いましたら、ぜひご紹介をお願いをいたします。続きましてですね、県内初公民連携地域情報サイトを開設をいたします。共同構築運用に関する協定締結ということであります。でこれはですね、民間の取り組み、地域の取り組み、これをお知らせするっていうのは市の公式ホームページでは、ほとんどできません。講演申請をいただいて講演がついているものは市の LINE で流したりホームページで流したりすることも時折できますけれども、ものによってはですね、やはり民間の皆さんたちがやっている情報が発信できないということと、それを必要としている市民の皆さんたち一定数います。こんなことを地域でやっているのか、あんなことを地域でやっている人たちがいるのか、こういうことの実は情報共有ができていないということは、私自身もさまざまなイベントをやっていて感じてきたところであります。そういう中で、これ公民連携で、市とこのサイネックスさんと連携してですね、
住民の皆さんが自ら投稿できる準公式サイトということで立ち上げを今計画をしているところであります。全国でも始まったばかりの取り組みでありまして、今大分県の宇佐市とそれから茨城県の石岡市が始めたという情報が入っております。私も見ましたけど、やはり非常に地域の情報が満載だなというふうに思いました。具体的に磐田市がどんなふうに運用していくのかはこれからでありますけれども、サイトの内容としては地域のワークショップや趣味の会、市内のイベントとかおすすめ情報とか求人情報、そしてツイッターの話題を自動集約するとか、そういうところでつなげていけたらなというふうに思います。メリットとしてはですね、事業者団体は無料で掲載するとか集客率知名度の向上があると思いますし、市としてもコミュニティの活性化とか住民サービスの向上とかにつながるんではないかなというふうに思っております。そしてここ市民って書いてませんけれども、市民もここでこういうことやってるのかという先ほどの話じゃないですけれども、いろんな情報がこれ見にこれば分かると、市内イベントの話が分かるということ、またもしかすると災害なんかの時にも使えるかななんていうことをですね、期待をするところであります。今市民の皆さんがツイッターやフェイスブック、インスタで発信している災害情報って私たちも無下にはできなくて、むしろそこを取りに行ってるぐらいですから、こういう市民が投稿できるポータルがあると少し何かそういうことにも役立つかななんていうふうに期待をしているところであります。1月の17日にサイネックさんと協定を締結して、6月にサイトを公開する予定です。予算の話をしそびれてましたけど、サイトの広告収入で運用するということで、岩田市の予算はかけずにサイネックさんの方でやっていただくということになっております。はい、続きましてですね、岩田市産のイチゴを使用したワインが商品化ということで、産地交流で地産外消事業が拡大中であります。スキームとしてはですね、いちご空中農園さん流用にございまして、ここから相談を受けた岩田市が東京の神楽坂野菜計画さんに相談をして、神楽坂野菜計画さんからイタリアイノベーションクッチーナさんをご紹介いただいて、ワイナリーと つなげてもらってこの企画が誕生したところであります。実は6月に神楽坂さんとイタリアンイノベーションクッチーナさんが岩田にこの空中農園来た時に私も同席させてもらったんですけれども、非常に若くて元気のいいですね、経営者たちが今あの手この手でいちごを使って何ができるかということを考えてくれております。その一環でこのワインが誕生したものと思いますが、地産外消、岩田市で作っているもの、地産地消って言葉はよく使われますが、外でとにかく使ってもらうと、消費してもらうということ、そして特に高付加価値をつけて売るということ、これは大変これからの農業に対して重要なことじゃないかなと思っておりますので、いい取り組みができたなというふうに思っております。で、ワインの方は実はものがあるようでありまして、僕は今飲むわけじゃなくてですねリナートという、ワインになります。リナートですね、再生という意味があるようです。瓶がねワインで透明なんですけれども、はい、スパークリングワインです。国内最大級の次世代型いちご農園で作ったいちごですと、ぜひ遊びに来てくださいなんていうメッセージもここには書かれているところです。今回は500本作って12月に提供して20日間で完売してしまったということであります。これから例えばこのワインをもっともっと多くのレストランで使っていただくとか、それからふるさと納税みたいなもので発信していくとか、こういろんなことが可能性としては考えられるんだろうと思います。皆さんも今すぐ飲みたいとは思いますが、ぜひ一般販売されたらご購入をお願いをしたいなというふうに思います。非常にいい取り組みがここで生まれました。これからもこういう取り組みを続けていきたいというふうに思います。次がですね、成年後見制度の出張説明会相談会を実施しますということで、年を重ねても安心して暮らし続けるためにということでございます。昨年の8月に成年後見支援センターを開設をいたしました。認知症は今磐田市で約5000人いらっしゃいます。この方々が毎年100人ぐらいずつ増えているという状況でありますので、高齢社会と認知症も切っても切り離すことができません。
そして、こう認知症になっている方というよりもそのご家族たち、またまあご本人もそうですが、財産管理、これが非常に課題だというふうに言われています。また一方で旧来から障害者、特に知的と精神の障害者、今磐田市は知的は大体約1500人、精神障害の方は約1000人いらっしゃるということであります。まあ、この人数は増えているわけではないんですが、やはりこの方々の権利と財産をしっかり法的に保護するための仕組みということで、成年後見制度というのがありますので、もっともっとこれ周知をしていかなくちゃいけないというふうに感じているところであります。そのために出張説明会を2月から3月の末まで22箇所の交流センターで行っていきますので、取材の方をぜひお願いしたいと思います。今現在相談件数はまだ31件ということであります。4ヶ月で31件ですから、それほど多くないなというふうに思っておりますが、これ潜在的な需要は確実に私あると思っておりますから、今は例えば制度の説明とか利用についても気軽に相談いただきたいと思いますし、後見の申し立ての手続きなんかもやっておりますから、包括支援センターと連携しながらですね、こうした取り組みもどんどん加速して進めていきたいなというふうに思っております。看板こういう形でアイプラザの1階のですね、社会福祉協議会のところに看板掲げておりますけれども、まずより多くの方々に制度を知ってもらうと、必要とする方に支援の手がしっかり届くようにしていきたいということと、それから出張相談するということは自宅の近くで受けられるようにということも大きなメリットだと思いますから、ぜひご活用をいただきたいなというふうに思います。以上で1月の定例記者会見の内容を終えたいと思いますが、1月とにかくスタートしたばかりであります。今年1年がですね、市民の皆様にとっても、そして記者の皆様たちにとっても素晴らしい1年になりますようにお祈りし、私の定例記者会見の挨拶説明にさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。